した女装男子。実はテストの結果が散々で。なんだつまらん。皆さんはどうだったんですか。学年2 5位。そしてこいつが学年トップ。世の中おかしい。では我々秀才軍団がみっちりと勉強を教えてやろう。本当ですか。まずは保健体育から。いきなりそれですか。保健体育なんてやらなくていいですから。ふーん、じゃあこの点数はなんだ。だって保健体育って生々しくて。お前の反応が生々しいわ。とはいえ保健体育は生命の神秘を学ぶ大事な教科ですわよ。確かに。例えば赤ちゃんはどうやってできるかっていうと、それは遺伝子操作されたキャベツ畑で収穫されるんですか。この辺りがイケメンを運んでくるからできるんだよ。学年上位の人たちにそういうボケかまされると。じゃあ次は女装男子の神秘について。そんな単元ありません。女物の服を着るのは簡単だ。しかしそれだけでは女装とは言えない。やるからには最善を尽くすべきだ。まずウィッグ。明らかにつけました感の出るものは良くない。つけた感じの上司の下で微妙な顔の部下の人って切ないもんね。それ女装の話じゃないですよね。次に下着。できればギリギリのものを履いてもらいたい。普通じゃねえか。コーラ18禁。あなたの趣味の話はいらなくてよ。ああ。ベル先輩ナイスです。これでやっと勉強が。まああえて言うなら、パンツは白でお願いしますわ。あんたもノリノリ。